Алоха, с вами Свордплейн, и мы продолжаем исследовать плавучие льды Зофейра. Погнали! Эй, このままじゃ凍え死んじまいそうよ。それならもっと体を動かした方がいいな。それがさっさと暖かいとこ行くかだな。どっちにしろじっとしてたら打開策はないってか。あんまうろうろしてでも体力使い果たして行き倒れになるかもだけどな。これやっぱりさっさと用事済ませてここ出た方がいいわ。ワンコは寒くても元気だね。確実に仕留める。覚悟しな。相手に不足はねえ。ゾクゾクするわね。まだまだここからやったな。そっと吹いて、そっと。
終わりだ。ぶっ飛ばすからね。瞬間火山。いやいや、ご苦労さん。出口っぽいか？何よ、もう疲れたの？年寄りは体力がないのよ。ジュディスちゃん変わって。あら、あなたの仕事を奪うつもりはないわ。カロル、起きてるな。来てない。あいだ。カロルはタヌキ寝入りがうまいの。
この寒い中おっさんに労働させるとは。カロル君、君もなかなかやるではないか。もう大丈夫か、カロル。うん、心配したのよ、とても。うちもじゃ。そんな風には見えなかったけど。おかしいわね。とにかくもう無茶なことしないでよね。サポートしきれないわ。うん。なーにニタニタしてんだ。ひどいな、ユリ。ドンの言葉を思い出してたんだよ。仲間を守ってみろ。そうすれば答えてくれる。だったか。うん。あれってこういうことだったのかなって。それがお前の見つけた答えってことか。なら、きっと正解だよ。そうだといいな。さあ、出口はすぐそこだ。とっとと抜けちまおうぜ。どうかしたかしら？うん、ここの氷ってエアルから生まれたのかもしれないって。氷がエアルから？あらゆるものがエアルからできているなら当然ね。ここのエアルクレーネはある意味すごく安定してた。魔物が操れるほどにね。もしかしたら大量に物質化できたらエアルは安定するのかも。それってエアルの乱れを解消できるかもしれない。そういうことか。わからない。そのためにはもっと効率が必要だろうし、量だって。でも確かにそれができたらすごいのじゃ。もっとここのエアルクレーネ調査したいのかい？うん、今はそんなことしてる時間はないわ。ああ、思わぬ時間食っちまったしな。急ごう。エステル、無事でいて。ここを出たら、どっかの町でテートがどうなっているか聞いてみようよ。はよ。テートの様子を聞くんだったらハレルの町に行くのが一番なんじゃない？そうだな。あそこは結界もあるし、安心して体も休められる。んじゃ、そろそろ休みたいのじゃ。そうと決まれば早いところ行こうぜ。すっかり体が冷えちまったよ。
落ち着いて。頭切り替えてけよ。やっぱブーンダンス。ビシッと来いよ。やっと勝負や。一人であんな無茶して、あんた体は大丈夫なわけ？どうだろう。今は大丈夫みたいだけど。カロルの心配なんて珍しいわね。いや、別に心配してるんじゃなくて。怪我人見ると放っておけないお姫様を助けに行くのに、怪我人を連れてはいけねえもんな。そう、そういうことよ。ま、それで納得しておきましょ。確実に仕留める。覚悟しな。おやや、もう終わりかい？楽できそうだわ。言い抜くなよ。全然にドイツだ。えらくごった返してんな。デートから逃げてきた連中よ。綺麗な身なりしてんでしょ。今んとこここの結界は異常なさそう。カロル大丈夫？大丈夫じゃないみたいね。すごい熱。無理してたのね。あんな無茶するからよ。ったく。ユーリ？悪い。宿屋に行ってカロル休ませてやろうぜ。なんか懐かしい感じだな。ああ。
初めてここに来た時はアクエブラスティア取り返しにってだけだったのに、まさか世界をどう乗って旅になるなんてな。うん？心配すんな、ラピード。俺はそん時と変わってないぜ。変わったのは俺じゃなく状況だ。そう、状況が変わったんだ。さっきからキョロキョロと誰か探してる人でもいるわけ？あ、別にキョロキョロなんてしてねえぞ。隠したって無駄よ。視線が左右に泳いでるもの。まいったな。別に大したことじゃねえけど、デートから来た連中の中に下町の住人がいねえなってさ。それが心配なのね。隠さなくてもいいのに。余計な心配事を増やせる状況じゃねえだろ。
Thank you.
いらっしゃい。ようこそ宿屋デネボラへ。お代は結構でさ。え、なんで？多分うちらがお金を全然持ってないように見えたのじゃ。いや、それがね、今オサの家に国のお偉いさんが来てんだけど、そのお達しでさ。金は国が払うから誰でもタダで止めてやれって。避難してきた人たちのためってことかしら。状況が状況だけに少々気が引けるけども、おかげでうちは大繁盛さね。帝国にしちゃ粋な計らいだな。それじゃ部屋なんて空いてないんじゃないの？ちょうど一部屋ある。運がいいよあんたたち。ならばその部屋私が借りてやろう。ちょっと旦那、横入りは勘弁してくださいよ。無論ただとは言わん。本来の10倍の額を払ってやるぞ。お前たちにも同じ金額をやろう。それなら文句なかろう。おいこら。いや、申し訳ない。帳簿よく見たら空き部屋は勘違いでしたわ。すんませんね。どうも。なんだと？これだから田舎は。あなた、さっさとノール港からヘリオードに参りましょう。まったくだ。こんな小汚い宿泊まってやるだけでありがたく思えというように。ノール港には行けないと思うぞ。さて、お待たせしましたね、お客さん。部屋は上がって正面だ。はい、空いてないって。いいのかよ、商売だろう。ああ、いいんだいいんだ。ああいう手合いは花持ちならん。それにあんたたち、ハルルの木を救ってくれた人たちだろう。このくらいのことはさせとくれ。ごゆっくり。あの避難民、帝都は大変な状況のようね。アレクセイの大将、一体何をしでかすつもりなんだか。アレクセイは絶対許せんのじゃ。アレクセイなんてどうでもいい。エステルよ、私はエステルを助けたい。そうね。でもそのためにはアレクセイを何とかしないと。それにこのままじゃ無策すぎるわ。またノール港まで飛ばされるわけにはいかないもの。どのみちカロルが回復するまでは動けないんだし、今のうちに情報を集めてくるといいんでない？そうね、ちょうどいい話も聞いたことだしね。帝都のお偉いさんとやらがオサの家にいるって話だったな。行ってみるか。おっさん、誰か少年の面倒を見るやつがいるっしょ。引き受けるから行っといで。
皆さん無事だったんですね。なるほどな。あんただろ、宿屋をタダで解放させたのは。なんだね君は、無礼であろう。この方をどなたと。身一つで逃げ出してきた人も多いですし、これも国の役目だと思っています。ふん、まあいいさ。それより教えてくれ、今帝都はどうなってんだ。帝都はザーフィアスはもう人の住めない町と化しました。町のシルトブラスティアが光を発して、地震と落雷が町を襲った。ですが本当の恐怖はその後でした。シルトブラスティアの根元から光るモヤのようなものが現れて全域に広がったんです。触れた植物が巨大化して、水は毒の沼のように、地獄のような光景でした。エアルの暴走だわ。栄えある帝国の首都ザーフィアスがよもやあのようなことになろうとは。帝都全部を満たすエアル、一体どれだけの負荷を。あれはアレクセイメの仕業に違いない。奴は我々に服従を要求してきた。断るとそれなら塵になれと言いよった。アレクセイ。しかも脱出した我々にアレクセイメ、親衛隊を消しかけおったんじゃ。それじゃどうやって無事にここまで来れたのかしら。フレンが食い止めてくれたのです。そのおかげで私たち避難民はここまでやってこれたんです。彼が駆けつけてくれなかったら私たちは全滅していたでしょう。さすがフレンと言いたいところだが、避難民の中に下町の連中が見当たらねえのが気になる。連中はどうなった。すみません、私は見ていない。置いていったのね、エアルが溢れている中に。我々も命からがらだったのだ。あの状況で全ての民を導くことはできなかった。仕方なかった、仕方なかったのだ。そうかい。あ、宿屋に戻るぞ。ヨーデル殿下が。帝都は丸ごとエアルに飲み込まれたらしい。中心にいるのはおそらく。むちゃくちゃよ。つまりそれ全部エステルの負担ってことなのよ。無理やり力使わされるたびにどんだけの消耗を強いられるか。ただでさえ制御が危うくなっているのに、そんな使ってたらどうなるか。もし手遅れになったりしたら。
アレクセイを倒したって。その力を抑える方法ってのはないもんなのかね。ある、きっとある。でもまだ。そうそう、騎士団はどうしてんの？フレンが頑張ってるらしいが、どうにもならんだろう。連中には出因のもすもね。フェローに聞いてみるわ。まだどのくらい時間が残されているかって。ユーリー。悪い、起こしちまったか。調子はどうだ？ごめん、また足引っ張っちゃって。デートに行くんでしょ？気にすんなって。俺たち助けてそうなったんだから。それより直すことに集中しろ。うん、でも置いてっちゃやだよ。エステル、ギルドのみんなで助けるんだから。ああ、わかってる。さあ、もう少し寝とけな。うん。つながらないわ。エアルが乱れているせいかも。いいさ、どっちみちアレクセイの野郎をぶっ倒すだけの話だ。だろ？それだけ？ちょっと外の空気吸ってくる。カロル見ててやってくれ。ユーリ。何そんな顔してるんだよ。心配いらねえよ。そんな役回りか。一人で行くつもりですか？殿下には関係ねえよ。下町の様子が気になるからちょいと見てくるだけさ。評議会はアレクセイを正式に滞在人として告発する決定を下しました。今デイドントリデで騎士団が帝都攻略の準備を進めています。 AR が充満してんだろ。どうにもならんと思うぜ。エステリーゼはアレクセイの元にいるんですね。知って、まあ気づくか。さっきわざと話題にしなかったろ。彼女をどうするんですか？どういう意味だ？皇帝家の血筋の者は皆ある力を持っています。多くは微々たるものですが、彼女のは飛び抜けていたと聞きます。評議会が彼女を担ぎ出そうとしたのもそれが理由でしょう。なんで今そんな話するんだ？彼女の力がこの災いをもたらしているのではないですか？だったらどうする？騎士団はアレクセイを撃つだけでは済まなくなるでしょう。そんなことにはならねえよ。あなたがやるからですか？フレンが言ってました。あなたはいつも一人で重荷を受けようとすると。
余計なお世話だって言っといてくれ。どうしてです？言ったろ、あんたには関係ない。その件、あなたのような人こそが持つべきなのかもしれません。それ以上何か言うとぶん殴るぞ。すみません。本気出したらこんなもんだ。いいかも。とどろけ勝利の歌。あれは…あん時、ニアの実食ったエステルの顔ったらなかったな。考えてみりゃ、お前とだけってのも久しぶりだよな。戦ってても妙に調子狂うし、なんだか疲れた。ちょっとだけ見張り頼むぜ、ラピード。
男って、待てて。言い訳は後で聞いてあげる。え、一回しんどけ。うわ、豪快じゃの。はーい、生きてる？多分。目も覚めたみたいね。よかったわ。ったく、ラピードてめえ、見張りはどうしたんだよ。この子が私たちを案内してくれたのよ。賢い子ね。そこ行くと、どっかのバカは大違い。お前ら分かってんのか？これから何しようとしてっか本当に分かってんのかよ。分かってないのは有利だよ。カロル、有利だけで、有利だけでなんてダメだよ。あんた一人で何するってのよ。あたしら差し置いて何ができるって言うのよ。うちらのことが不必要で、ユーリがうちらを置いていったとしても、うちらは世界中どこまでもユーリを探してついて回るのじゃ。ま、要するにだ、一人でカッコつけんなってことよ。もう少し信じてみてもいいんじゃないかしら。うちらはユーリを信じとるぞ。そうだよ、仲間でしょ。参ったね。分かったよ、みんなで行こう、最後までな。じゃな。うん、当然よ。うん、そんじゃま、行ってみますか。森の出口はもうすぐそこよ。あの殿下が皇帝になれば、世の中ちょっとは良くなるのかしら。さ、そりゃどうだかな。何よ、その気のない答えは。ちょっとは期待してるのかと思ったけど。ま、でもそうだな、フレンもついてんだ。ちょっとはマシになるだろう。ちょっとだけなのね。いきなり何もかもが変わると思えるほど俺もガキじゃないんでね。ま、あんたらしいけどね。Итак, на этом моменте я это видео закончу, и в следующем видео мы наконец-то вернемся в столицу и узнаем, что же там произошло. Если же вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь им,
с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии, а с вами был Sword Flame, всем пока!